でも私のは特別だからどうしても気に入ってほしいんだ。あら、早かったのね。待たせちゃったかしら。そう、ならよかったわ。じゃ、行きましょうか。ね、今日はどうするの？洋服ね。まあ、見るだけなら別に構わないけどね。へえ、いろいろあるのね。私ってどんな服が似合うかな。あなたの趣味について聞いてるわけじゃないんだけど、まあ私には無理ね。今日はとても楽しかったわ。また誘ってほしいわね。では、私はこれで失礼するわ。さようなら。たかしくん。これ、あげるよ。頑張ったんだけど、美味しいかわからないよ。じゃあね。やあ、バレンタインのチョコはもらった？そんな見え張らなくてもいいよ。寂しかったら僕がもらったやつあげるからさ。電話くれたんだ。何かな？
ホワイトデーのお返し配るの手伝ってくれない？冗談だってば。じゃあね。くだらん。ああ彼女すごく喜んでくれた。よかった。じゃあ行きましょう。そうなんだ。ところで今日はペンギンショーやってるみたいだね。どうやって覚えさせるのかな、あんな芸。何か覚えたり習ったりするの大変だと思うけど、今日はありがとう。また今度機会があったら。じゃあ途中まで一緒に帰りましょう。